先行か逆転でワンショットできないか。楽天とさあ新しいやつチャージアンドドロ ー、 さあどうしよう、やばいなこれ、まずいな。でもこうだろうな、コールして1点、いける。エンドドロー、キャッチャー天国か。チャージアンドドロー、やばいぞこの判断。しかし装備、あ装備じゃね設置、うん、じゃあ第2の能力を使おうかな。はい、宝義分の第2能力。手札1枚をデッキの下に置いたら、うん、モンスターを1体出せちゃうみたいなやつか。うん、はい、どっちがいいのかな。こっちでいいかな。はい、でこの、うん、5枚以下なら 2パンになる。そう、攻撃した時5枚以下だと2パンになると。で装備、はい、釣り竿みたいなやつ。そう、さあ何を釣ってくるのか。デカタヌキ、バディーコール。そう、これデカタヌキだけど金玉でかくしなかったっていうね。普通そういうイメージだよね、名前がデカタヌキ。じゃあレストしてこいつを2回攻撃で。なるほど、強い。でアタックフェーズ、うん、アタックした時能力発動、うん、2枚以下なら、うん、打撃1プラスか。うわ強っ、うん、でこのカード以外が攻撃したワンチャンス。なるほど、でドラキアンやられた。でやられたとこいつ2回攻撃だよね、うん、サイズ2以下のモンスターと、魔法を破壊する乱れつぶて強くね。なるほど、うん、じゃあ3点になったんだっけ。3点でアタックした時ライフプラス1。なるほど、強い。3受けてそっちライフプラス1、2回攻撃アタックした時能力ライフプラス1。うわ単1じゃないから。なんでこのライフ差。はい、でエンド。やばドロー、やば俺事故ってんだけどすごいドロー。ひどいんだけど。異常、あーなるほど、ゲージはあるじゃん。ゲージはあるんだけど、え、どうしよう。装備、くそ、宝義分がな、まずいなこれ。並べたら仕方ない。コール、うん、で効果使うね。レディ1とドロップして、これ今支払ったゲージは多分選べないよね多分ね。これ落ちたけど、なるほど、多分選べない、多分だけど。ただこいつは先鋭持ちだけどこいつを崩した方が絶対お得だな、うん、おそらくな。えいソルガード、えいエンド、はい、やべ事故ってる。なんだこれ、逆矢ばっか引くっていう。チャージ&ドローお、コール、はい、ゲージ1。あまた持ってくるやつか。ただちょっとドロップ増やすぎじゃない天国の。そう、うん、ちょっと宝義分効果で3枚戻すとかあったよね今。7枚、うん、で能力で3枚戻してライフプラス1。はい、やべ、そしてうわまたか。はい、でアタックフェーズ、うん、あーなるほど、結局これレストしても意味ない、うん、まあいいや。あとはい、あ生きた。で能力でワンチャージはできるけどできるは上がらない、うん、オッケー。どう、ワンチャージはどうなんだっけ。このカード以外が攻撃した時でね。オッケー、そう出ろ。あーやっと来たかな。チャージ&ドロー、お装備、ゲジチ、水波、水波効果。いやでもやるしかないよな。うんうん、そうだ、これでバディギフトで、でコール、ゲジチ払ってコール。ではアタックフェイズ、うん、まず2000だね。
やばい、天国には異常な。この点決まるのかな。決まんないな、多分な。で、ピシッ。で、逆転太鼓ないっすか。ないっすよ。捨てたのはつむじさらいです。別にいいもん。反動2枚これでバディコールしとかないと、とりあえず。死ぬからか。と、月影と白夜と。なるほどね。まあ、場所はこういう感じかな。ヒュインヒュインと。で、バディコールね。まあ、どうせ死なないから大丈夫か。そうだね。俺、ハンドゼロは辛いね。で、つむじさらい効果。ワンチャージ、ワンドロー。さあ、何が引ける?2点。受ける。1点。受ける。1点。受ける。めっちゃライフ回復してる、エンド。ダウン、ドロー。全然、まだ11って何だろう。チャージ&ドロー。あー、なるほど。結構、ライフ回復効いてくるな。キャスト。はい。このカードはドロップのカードすべてデッキの下にも置き、シャッフルする、はい、その後天国の設置がされていならワンドローして、してこいつをゲージン。お、強っ。はい、強いな。ちょっと待って、強いな。なんかこれはそんな無条件に使えるの。ほんとだ。じゃあ第2の能力発動、デッキの下に置いて、なんか貫通とか持ってくるとやるな。まあないんだけど、で勝たなきゃいかない一応。やっぱそのデッキはこれ軸で組んでるのね。でゲージ1、はい、で能力レストして2回攻撃。なるほど。アタックフェイズ、はい、オッケー。貫通ないよね。貫通はない。アタックフェイズでやられたらちょっと困るから。でもな、ソウルガードはあるっちゃあるんだけど、まあいいや。アタック射撃能力ライフプラス1、はい、で、ここ破壊。ソウルガード2回攻撃、2点の能力でライフプラス1。なるほど、2点受けるかどうか迷う。2点受けるか。多分死なない。はい、生きた。ただ13点遠いな。天国ライフプラスめちゃめちゃ遠いな、これ。さあソウルはなくなってる。ハンドは2。ゲージない。いやー、きついきついきつい。チャージ&ドロー。お、強い。コール。ああ、まあまあ強いね。アタックフェイズかな。まあこいつは処理してこいな。バン戻す。強い。戻ったか。えい。はい。さらにライフプラスってなかった、これ。あ、これ0枚ならか。2点受ける。エンド。あ、そっちハンドが1か。ターンドロー。ハンド的には互角だね。ライフがチャージ&ドロー。ライフがきついよ。あー、なるほど。まず能力、3枚戻してライフプラス1。で、1枚ね。ただお互いハンド枚数はない。攻め手も引かなかった。まあね、アタックフェーズ移動。あー、ちょっと線足りるか。あ、足りるんだ。引けふモンスターじゃないのに移動した方が良かったかな。でもドロー、チャージ&ドロー。これは弱い。さあどうする。効果使います。はい、ゲージ1とドロップしてSD 落ちてたな。 SD コール。ああ、で SD 効果ゲージ1。まさかコール。ドロップからコール。さらにハンドさっき戻したコール。これ強くない、この布陣結構。ああ、はい。アタックフェーズ1点受ける。もう1点受ける。1点受ける。もう1点受ける。2回攻撃もう1点受ける。エンドチク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 。弱え。逆転使っちゃってるしな。チャージ&ドロー。じゃあ能力はどうしようかな。能力使いたいんだけど戻します。で3枚ないのでライフは回復しませんが、まあ第2の能力、1枚下に置いて、こいつを持ってくる。おお、そっか、何回でも出てくるんだな、こいつな。ゲージ1、はい、そしてコール。おお、強い強いな。アタックフェイズ、はい、アタックした時にワンチャージの、
打撃を1プラス、うん、こいつも大きいんだよね、確かに2回攻撃、うん、こちら、横蹴散らす、ワンチャージして打撃1プラス、はい、4点常に上がってくんだっけ、これ、うん、はい、ほんとだこの、あ、このカードのこう打撃は1だよ、うん、あ、こっちの能力、あ、こっちの能力ね、うん、はい、こっちはあのドロップが10枚以上あれば、あ、そこそこそこ、1プラスの貫通、これは地獄の効果か、はいはい、1プラスの貫通、読み違いました、はい、さっきちょうど、ね、7枚しかなかった、地獄だと貫通と打撃上昇があるんだな、地獄っていうか、ドロップがいっぱいあれば、うん、まあ、うん、で、これが今4 4点でーい、ドーン、ファイナルフェイ、はい天国地獄王子、これが楽園天国だったらセンターのモンスターの打撃分相手にダメ、うん、あ、死んだ、レスト室だった、まあどうせこれレストして2回攻撃を得たっていうのはちょっと必殺技で決めた、何が範囲だったというか、序盤にライフ差をつけられて逆転で詰め切れないぐらいライフが離れてたっていう、こいつ自身はアタックすれば、でこいつ自身アタックしてライフプラス1のさらに15枚以上あれば、うんうん、全て打撃を1プラス、なるほどね、そうか、こいつはこいつ以外がアタックすると打撃が上がっていくのか、なるほど、そしてこいつがあのでワンチャージもできる、そう、ドロップが少ないと打撃上昇、多いと全部打撃をアップできるっていう、うん、ただタヌキ、ただね、これゲージ1プラスとライフ1プラスはちょっと確定なの、まあそれは確定なのね、どっちでも地獄でも使えるのね、地獄でも使える、地獄にとってはこれライフプラス1はありがたいかな、そうだね、さ少ないフラッグだからね、そう、うん、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします、あなたと詰めよ